大変お待たせいたしました。それではただいまより WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチサラゴサへの再挑戦が正式に決定した。まずはじめこれがそのラストチャンスと、あのそういうふうにの意気込みで臨まれます。いや、勝つからラストチャンスではありません。負けると決めればラストチャンスですけどね。そのつもりはないです。4月14日、4年ぶりの地元大阪で決戦に臨む。ハングリーになるため、ジョーは孤独を選んだ。甘さ、優しさを捨てようと、試合が終わるまで家族とも会わないことにした。なんかもう、やめんなよ。はい、じゃあ、ノーマンモティコ。初心に帰るため、ジョーは元東洋ライト級チャンピオン門田真一会長が経営する愛媛県松山のジムでキャンプを張った。トレーナーもいないたった一人のトレーナー。メキシコの英雄ダニエル・サラゴサ。去年3月にジョーの挑戦を退けてから2度の防衛に成功。今年で39歳になったが、衰えるどころか勢いはとどまるところを知らない。Todo lo contrario, es muy agradable ser campeón del mundo. Por eso siento que debo de ganar mis últimas peleas para retirarme como campeón del mundo. Y ojalá llegue muy bien preparado para dar una magnífica pelea, ya que el pueblo de Japón se lo merece y que gane el mejor. Zaragoza の宝物は愛妻と3人の子供たち。4度目の防衛に余裕たっぷりのチャンピオンは今回家族を連れての来日となる。Bueno, pienso que es un gran hombre dentro del box y dentro de su familia, ¿no? Porque es un hombre que se dedica 100% a su familia, que se quita la comida de la boca para darnos a nosotros, ¿no? 一方のジョーは大阪に帰ってきてからも家族から離れての合宿生活。孤独の戦いが続く。スパーリングの量も普段の倍。いつも華やかで賑やかな男が日ごとに無口になっていく。サラゴサに勝ったことないから勝ちたいっていうのが本ね、うん、勝ってみたいじゃなく勝ちたいで勝ってみせるっていうのが自分の中ではありますから、だからまあ挑戦したんですけどね、うん、勝ってみたいなではなれないでしょ。勝ってみせるんです。何が何でもサラゴサに勝つ。今までの自分を捨て、自慢の攻撃的スタイルから打たせないボクシングにモデルチェンジ。巧みなクリンチワークも身につけた。基本は判定勝ちを狙います。途中で性格が変わってしまうと取り返しのつかないことになるでしょうけども、僕の目的は判定勝ちですから。おなじみの KO 予告どころか意外にも判定宣言。
ファンサービスも捨てた。そして愛する家族と離れてまでボクシングにこだわり続ける。明日、新しく生まれ変わった辰吉丈一郎が、いや、本当の辰吉丈一郎が見られるに違いない。さっき自分が納得してから、周りがね、喜んでくれるのか、それに対して、ね、文句を言うのか、それぞれじゃないですか。100人中100人がみんな拍手をするわけじゃないんですよ。そういうのと一緒で、満足してくれたらそれでいいと、したくなければしなくていいと。それよりも何よりも誰が一番納得しなあかんのかというのは僕自身でありね、まあ僕の家族ですよね。まあそれで自分自身が喜ぶことが大事なんですよ。人を喜ばすことよりも。男なら戦う時が来る。誇りを守るために命を懸けて。男なら旅立つ時が来る。愛する者たちに別れを告げて。足をくじけば膝で這い、涙も。